本日ですね、まだこれから香港です。今日の一本ですね、こちらはですね、ウッドのメガネです。竜が彫ってあるんですよ。すごいんです。これ彫り師の人が彫ってくれたんですけどね、もうこの人彫ってくれないんですよね。これ私が持ってる一本です。ウッドです。竜です。では行ってきます。本日もまた羽田です。本日もまた羽田です。羽田です。そう、5年後っていう設定をしてたんですけど、これもちょっとあまりにも長いんで、ちょっと3年に早めまして、2017年の4月1日から6月15日まで行くことに しました。それに伴ってですね、来年は、早速1月八ヶ岳に行って、で冬の登山と、まあ、あとその後富士山とかね、して、あと2015年の、7月からロシアのエルブルース7サミットの一つ5600メートルに行き、年末12月1月頃にアコンカンブが、7000メートルですね。でその次の2016年の、6月から7月で、ペルーのワスカラで、その後に9月1ヶ月置いて9月1日から10月15まで、もうエベレストの日向ですね、マナス8125で、最後に2017のヒマラヤ、アイアンドピークを通っての、エベレスト山頂ですね。まあ山頂です、ね、ですというところにしました。